皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画の11回目、今回は命令文についてお話しします。命令文というのは相手に指示をする、ね、そういう文章ですよね。何々しなさいとか、何々するのはやめなさいと、ね、しちゃいけないと、そういうのが命令文ですよね。でまず最初に何々しなさいという意味の方からお話しします。これはまず動詞の原型で文を始めます。何々しなさいという文は動詞の原型で始めると。考え方として命令されるのは、ね、目の前にいる人ですね。僕が言うとしたら目の前の人に何々しなさいというわけですよね。ですからこの文章の主語は言うと考えればいいわけです。ですから本を開きなさいという時、主語は言うなので You open your book。 でもこれだと現在形の文章で普段本を開きますなんて意味になっちゃいますよね。ですからこの主語の You の部分を消して動詞の Open から始める、ね、Open your book、 Open your book という文にするとあなたの本を開きなさいという命令の意味の文になります。では、こちらの文章でやっていきましょう。括弧1、私の言うことを聞きなさい。日本語の部分で動詞を探すと聞くというのが動詞になりますよね。ですからここには聞くという動詞が入ります。聞くという動詞は listen ですから listen to me、 listen to me、 ね、listen で始めれば私の言うことを聞きなさいという命令する文ができるんですね。括弧2、その絵を見なさい、ね、この命令文を作るには動詞を見つける。動詞は日本語だったら実務の部分ですよね。ですから見なさいの見る、これが、動詞ですから一番最初に見るという動詞がきます。これは look at the picture、 look at the picture、ね、これでその絵を見なさいという命令の文になりますよね。見るっていうのは look at と watch、 see があるんですけれど、この文章を見ると at が、ね、look at で look が入るということがわかります。命令文というのは相手に何々しなさいとか何々するなと命令する文章ですから、ちょっときついんですよね。そんな時文章の前か後ろにこれプリーズをつけると命令文の調子が少しだけ和らぎます。例えば私の質問に答えてくださいという時、例えば質問に答えなさいだったら Answer my question、ね、Answer my question ですけど、その前に Please をつけると Please answer my question、 Please answer my question、 これで、答えてくださいと、ちょっと言い方が柔らかくなるんですよね。4番は座ってください。座るというのは sit ですから sit down、 これと座れ、きついですよね。今回はじゃあ後ろに sit down please と、ね、こう後ろにつける、これでちょっと柔らかくなります。前に please をつけるときにはカンマいらないんですけれど、後ろにプリーズつけるとき、sit down、 ここで文章を一度切れてカンマを入れてからプリーズ、ね、こう書きますので、ここの部分覚えちゃってください。じゃあ B 動詞の場合はどうなるのかと、5番で You are kind to all people、 You are kind to all people、 あなたは、ね、年を取った人たちに優しいです、いい人ですよね。これを年を取った人たちに優しくしなさい、
こういうふうに言いたかったら、動詞は are ですから、これは原形に戻ります。これ be 動詞というので、原形は be ですから、 be kind to old people、 be kind to old people、 これで年を取った人たちに優しくしなさいと。もし丁寧に言いたかったら、Be kind to old people, please. こんな風に言えばいいわけですね。では次に、するなという命令の方に入っていきます。するなという命令文、これを作るときには、何々しなさいという命令文の前に、Don't、 これをつければいいんです、ね、命令文の前に Don't をつけたら、何々するなという意味になるんですね。例えば1番が Use my pen、 Use my pen、 私のペンを使いなさい、私のペンを使わなと言いたかったら、この Use の前に Don't をつけて、 Don't useMy pen. Don't use my pen. これで私のペンを使っちゃダメだよという、こういう意味になります。カッコ2番 Open the door. Open the door. ドアを開けなさい、ドア開けないでください、こういう文章にしたかったら、この Open の前に Don't を書いて、 Don't OpenThe door、 こう言います。 Don't open the door、 ね、丁寧にしたかったら、ね、Don't open the door please、 こう言えばいいんですね。3番 Be late、 Be late、 遅れろって言うんですよね。いやいや、そんなことを言う人いないでしょ。遅れとこいよとか言わないでしょ。遅れちゃダメだよ、遅れないでねって言いたかったら、この B の前に Don't をつけて、 Don't be late、 こうなります。 Don't be late、 遅れちゃダメだよ、遅れるなよ、こういう文章なんですね。このように相手に指示をするときね、何々しなさいとか、何々しちゃダメだよって指示をするときに使うのが命令文なんですけれど、これは割と砕けた言い方で、まあ命令ですから、自分は相手より上みたいな感じで、あまり丁寧な言い方じゃないんですよね。親しい間柄とか友達同士だったらいいんだけれど、目上の人にはね、これ命令文を使わないでください。ね、丁寧にお願いするときには、これまで勉強したものだと、Can you みたいな言い方ありますよね。命令文じゃなくて、そういう別の表現を使ってね、お願いしてみてください、ね、目上の人とか正式な場所では、この命令文でお願いするんじゃなくて、別の言い方、これを使ってください。今回は命令文、何々しなさい、何々するなという文章についてお話ししました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。この動画が皆さんの役に立ったらとても嬉しいです。ではまたお会いしましょう。さようなら。